桐生の兄貴、こいつが達川ですわ。こんな奴と遥かが。わしにも信じられん話ですわ。じゃが清美さんの話を考えるとやっぱり。なんでだよ、遥かちゃんがよりによって達川なんだと。あいつが春人の父親なのかよ。なんか俺もう春人のおむつ変えられねえわ、気分的に。なんでじゃ。それでもあの遥かちゃんの子に変わりはなかろうが。じゃあこれから春人のおむつ替えは田頭がやるってことで。なんでそうなるんじゃ。遥かちゃんはわしらの天使で、確かに春人はその赤ん坊じゃ。じゃけど雄太の言いたいことも分かる気するわ。でしょ。やめえバカタレども、男と女ちゅうのは理屈じゃないんじゃの、キヨちゃん。あ、お邪魔しますよ、四代目。ソメヤ、お、踊れ。何しに来よったんじゃ、こんけど。ぶち殺してるぞ。南雲くん、やめて。じゃけど、キヨちゃん。キヨミ、少し話せるか。話ならここで。私はもう桐生さんたちに隠し事して迷惑かけるわけにはいかないから。四代目に。わかったよ。東京に戻る前に一言詫びときたかっただけだ。騒がせて悪かったってな。それだけだからよ。あ、ねえ、あの子は元気なの？元気だよ。ますますお前に似てきた。会いたきゃいつでも帰ってこい。子供もおるんか。桐生さん。うん。改めてだけど、遥かちゃんのことずっと隠しててごめんなさい。もう信用なくしちゃったよね、私。いや、あんたが謝る必要なんかない。長いこと遥かの面倒を見てくれたんだろう。俺があいつに代わって礼を言う立場だ。そうだ。ねえ桐生の兄貴、そういや遥かちゃんはどうしてるんすか。なんで春人のそばに遥かちゃんがいないんすか。おお、そうじゃ。わしら遥かちゃんを知らんふりしとったけ、今までずっと危険かったけど。どうしたんじゃ桐生の兄貴。遥かちゃん元気でおるんじゃろう。あいつはカムロ町で事故にあった。ひき逃げした犯人は今も捕まってない。え？ほんの何日か前のことだ。命は助かったが何も話せる状態じゃない。医者にもいつ目が覚めるか分からねえらしい。なんじゃと。あいつがその事故に遭った時、ハルトも一緒だった。俺もハルカが子供を産んでいたことをその時まで知らずにいたんだ。そんな。わからねえことは山ほどある。だがまずわからなかったのは、なんで事故に遭った時ハルカがカムロ町にいたのかってことだった。3年前沖縄を出たあいつがこの町で過ごしていたのは分かった。問題はハルカがここから姿を消した後、なんでカムロ町に向かわなきゃいけなかったのかってことだ。普通に考えたらカムロ町に行った達川と落ち合うためいうことかの。
そういや達川が組抜けたのって遥ちゃんがいなくなってから結構すぐだったよな。ほんじゃ達川に聞けば全部わかるっちゅうことか。達川はカムロ町でホストをやってるんだったな。それだけ分かってりゃ探し終わる。桐生の兄貴、それじゃこれからカムロ町へ。ああ、ただカムロ町は今東上界と中国マフィアが抗争の真っ最中でな、ハルトを連れて行くには危険すぎる。ママ悪いが、またハルトのことを頼めるか。え、私でいいの？もちろんだ。あんた以上に安心してハルトを託せる相手はいない。ありがとう桐生さん。さ、ハルト。明日カムロ町に行くが、なるべく早く帰ってくる。今度は達川を連れてな。うん。桐生の兄貴、カムロ町、俺も行きますよ。ん？俺は達川を許せねえんです。あの野郎、いつの間にか遥ちゃんに手出してたのか。とにかく俺はあいつをむちゃくちゃにぶん殴ってやらねえと気が済まねえ。わかった、わしも行く。頭が、なんでじゃ。このままここにいんのが辛いんだろう、多分な。失恋のショックっちゅうことか。あの、じゃあ私もう行きますから。たまには男さんに、やろうとつるんでカムロ町を歩き回るのもいいか。達川の野郎、絶対許さねえ。見つけたら二度と立てねえようにしてやる。キリュウの兄貴、うちの頭のこと、いろいろ頼みます。頭がはめ外して揉め事を起こすのが容易に想像できますわ。よっしゃ、わしも明日に備えて支度するか。兄貴、カムロ町着いたらまずはパーッと遊びましょうや。やっぱり達川のやつ、送ったメッセージ全然読んでませんわ。カムロ町行ってすぐに見つかるとええんですが。桐生さん。ジョーカー、さっき遠くから桐生さんを見かけたもんでさ。もしかしてそこの水軍アパートが桐生さんの屋さなの？まあな。それよりお前、のんきに街を歩いてて平気なのか？別にのんきにってわけじゃないんだけど。桐生さんの方こそ問題ない？ああ、だがしばらくカムロ町に行くことになった。え？明日からな。しばらく尾道を開ける。いや、でもカムロ町ってジャスティスのホームなんだけど。ジャスティスとは別件だ。俺の方もいろいろ訳ありなんでな。そうか、それならどうかしたか？いや、桐生さんがカムロ町に行くってんならちょっと思いついたよ。ん？
まあとにかくマサオたちにも桐生さんの事情は伝えとくよ。それじゃ。ここがカムロ町。マジで達川のやつこんな都会でホストやってんのか。ユータ、お前東京来るどころか広島出んのも初めてじゃろうが、わしらに恥かかせんようビシッとせえよ。田舎もんじゃ言うてなめられたらいけんど。おい、街中でタバコはダメだ。は？今時は東京のどこ行っても歩きタバコはできなくなってるんでな。おそうなんですかよ。俺らに恥かかせないでくださいよ、頭。クソガキが。なら達川を探す前に一服するか。近くにアルプスって喫茶店がある。わざわざ喫茶店でタバコですかい。せっかく天下のカブロ町に来たんじゃけ、女と酒やれる店でも行きましょうや。何言ってんすか頭、遊びに来たんじゃねえんだから。田舎もんが偉そうに歩くんじゃねえよ。着いたぞ、ここだ。兄貴、この店ぼったくりと違うんかの。コーヒー一杯1000円じゃ言うとれますけど。しかも税別っすね頭、金足りますか。この調子で言ったら3日でおけらじゃ。こりゃ頭が楽しみにしてた風俗はお預けっすね。バカだれこの。兄貴の前で余計なこと言わんでええ。そうだ桐生の兄貴、ちょっとスマホ貸してもらえません。ん？すぐお返ししますんで。おう、ゆうた、何しようならバカ高いパフェが溶けるじゃろうが。ちょっと待ってください。あ、これでありましたよ。達川の近況ネットに上がってました。この達川のページ田頭に教えてもらったんすよ。ずいぶん楽しそうにしてやがるな。あの下道が遥さんが事故に遭うとるちゅうのに。本当に遥さんはなんで小顔の男と。これいつの写真だ。ページのコメント見る限りじゃ2週間前。最近じゃの。背景に写っとるのはカムロ町の店かの。さあそこまでは分かりませんけど、どうすかね。桐生の兄貴見覚えあります？ないな。俺にも無所のブランクがあるんだ。この町は3年も経てば店も随分入れ替わる。なんなら言うた、全然役に立たんじゃない。なんでそういう言い方しますかね頭は。ほいじゃあ兄貴、これからどうしますかいの。手当たり次第ホストクラブ当たって立川探しますか。いや、古い馴染みがやってる店があるんでな。天下一通りにあるスターダストって店だ。そこのオーナーと店長になら顔が利く。まずはそこに行ってみよう。スターダスト、この町一番のホストクラブだ。タスカーが本当にこの町でホストになったんなら何か情報が手に入ると思う。兄貴ちょっと待ってつかさい。ユータのやつが。ん？すんません、俺ちょっとコンビニ行ってきます。あれはパフェで腹壊したんじゃ。
浮かれてなれんもん食うけそうなるんじゃ。コンビニのトイレ借りに行ったってことか。しゃあない、わしらも行きましょう。店の中で待っとりゃええでしょう。おい頼むって、もう漏れそうなんだよ。うちは店にトイレないんですよ。嘘つけ、あんたらだって店のトイレ使うんだろ。お客様にお貸しできるトイレはちょっと防犯上の理由ですから。じゃあこんな店の中でうんこ漏らせってのか。ああ、それなら早く店から出てってもらわないと。いいから貸せよバカ野郎。キリュウの兄貴、あいつのことはええですけ、ここで笑って見とりましょう。面倒見のいい頭だな、あんたも。じゃけど東京のコンビニっちゅうのはトイレも貸してくれんのじゃの。冷たいもんじゃ。ん？あ、兄貴、これちょっと見て使わさい。ん？東条会の六代目が無所に入るって書いておりますわ。何？控訴棄却。これから無所に入れられるってことか。どうしますか。こん方たち兄貴の仲間なんじゃろ。どうするも何も。俺はもう東条会の人間じゃねえんだ。じゃけど東条会のトップが無所行ってしもうたら、あの染谷っちゅうんが余計力つけるんじゃ。どうしたら兄貴、あいつまたキヨちゃんさらいに来るんで。何しても俺はもう東条会の中のことに口出す立場じゃねえ。もういい加減にしてください。警察呼びますよ。くそ、わかった、もういい、あんたには頼まねえよ。気流の兄貴、頼んます。どこかトイレのあるとこに。ああ、スターダストはこの店出てすぐだ。そこで借りればいい。なんすかそれ、もっと早く行ってくださいよ。わかりました。じゃあ俺ちょっと先に行きますんで。あのバカたれ、兄貴に礼の一つも言えんのか、恥かかせよって。トイレに間に合えばいいがな。ほんじゃわしらも行きますか。ああ。男が入ってくる店じゃねえんだよ。二度と来るんじゃねえぞ、ボラ。トイレ貸してくれるくらいいいじゃねえか。おい。ああ？俺は桐生ってもんだ。オーナーの和樹か店長の優也、どっちか呼んでもらえねえか。古い馴染みなんだが。和樹？ゆうや、うちにそんな奴はいねえな。何？いいからとっとと消えろや、おっさん。店の前でうろちょろしてんじゃねえぞ。兄貴、どういうことですか、イロ。さあな。今のホストにもう一度聞いてみるか。あの、キリュウさんですよね。ん？お前は？わかりませんか。まあ少し変わりましたがね、俺も。これでどうです。お前、ユウヤか。ユウヤ？そういやさっき兄貴、店長のユウヤを呼べって。ええ、スターダストの店長でした。今は見ての通りのリーマンですけどね。お前スターダスト辞めたのか。でもならなんでこんなところに。キリュウの兄貴。お、ああ、大丈夫かユータ。トイレを早く。
マジで東京もんって何なんすか。トイレくらいいくらでも貸してくれりゃいいじゃないですかねえ。本当に漏らしとらんのか。ちびっとひっとるんじゃなんか。ええ、そう思っててもらってて結構っすよ。ゆうや、二人は広島の組の人間でな、いろいろ世話になってる。ええ、それよりさっきの遥ちゃんの話ですけど、本当に子供を産んでたんですか。ああ、そうだろうな。その赤ん坊の父親ってのがこいつらしいんだ。神室町でホストになったらしくてな。名前は立つか。スターダストでお前らに聞けば何かわかると思ったんだが、見覚えは。見覚えありますね。本当っすか。俺が店辞める前は確かにスターダストにいました。おお、さすが兄貴じゃ。いきなり見つけてもうたの。ただ今も働いているかは分かりません。スターダストは前とはだいぶ変わりましたから。俺が辞めたのはともかく、和樹さんももうあの店のオーナーじゃなくなってるんです。和樹さんってのも桐生の兄貴のお知り合いで。はあ、もう随分会ってないかな。和樹にも優也にも俺は神室町で何かあるたびに世話になってた。スターダストに何があったんだ優也。あの店はお前らがいてこその場所だったはずだ。正直な話、ホストクラブもキャバクラもこの町の風俗自体マンネリで客足が鈍り始めてました。そこに来て東上界と中国マフィアの抗争です。和樹さんも俺もいろいろ頑張ったんですけどね、赤字経営が続いてました。ところが今年の初め頃です。どういうわけか韓国の連中が急に金を持つようになって、その札びら切って神室町中のめぼしい店根こそぎ買収してきたんです。スターダストも結局その勢いに飲まれる形で。韓国人がスターダストを買い取ったのか。ええ、しかもその時は知らなかったんですけど、その韓国人たちの裏の顔はジンゴン派でした。何？なんじゃ？ジンゴン派っちゅうのは。韓国のマフィアだ。昔いろいろあって今も俺を恨んでいるらしい。ただほとんど潰れてもう俺を直接知ってるようなもんはいねえはずなんだがな。キリュウの兄貴、韓国の連中ともやり合ってたんすか。すげえ。確かに今のジンゴン派には若いやつが多いようでした。スターダストを買ったやつも多分幹部でしたけどまだ20代です。立川のやつ、総側な店でホストなど続けられるんかの。もうやめとるんじゃないんかの。もしそうだとしてもあの店に立川を追う手がかりがあるはずだ。ジンゴン派がいようがスターダストに乗り込む価値はある。相変わらずなんですね、キリュウさんは。ん？俺は今ホスト時代の客のコネ使って小さな会社の営業職やってます。慣れない仕事で一からやり直しですけど、元ホストがこの年で職にありつけただけでもマシですかね。だから今日スターダストの前で桐生さん見かけたのもたまたまだったんすよ。和樹はどうしてるんだ。あの人は今スターダストを買い戻す算段つけようとしてます。ただそうは言っても今の神室町の抗争が終わらねえ限りは動かないでしょうけど。ふん、そうか。お前和樹が店を買い戻したら
またスターダストに戻る気なんだな。そんなの当たり前じゃないですか。和樹さんの片腕になれる男なんて俺以外にいませんから。ならお前がさっき言ったセリフそっくり返すぜ。俺の言ったセリフ？お前も相変わらずだってことさ。いや、おい、あいつさっきホストクラブでユータを追い出しとったやつじゃ。いやあ、結構ですね、焼肉。うまそうな匂いだ。この店のはまた格別でしょう。お楽しみのところ失礼します。私、スターダストのオーナーをやっております。ハン・ジュンギと申しまして。聞けば、せっかく店までお越しいただいたお客様を。このバカが追い返してしまったと聞きましたね。なんじゃこれ。つきましては埋め合わせをさせていただけませんか。桐生一馬さん。先日神室町にいらしてたと聞いていましたが、本当にこうやってお会いできるとは光栄です。ぜひこれからスターダストまでお運び願います。店を挙げておもてなしさせていただきたい。随分強引な野郎だな。あんたとは初対面だが。私はあなたの熱烈なファンだったものですから、いけませんか。望むところだ。こっちもお前らに聞きたいことがあるんでな。ほう、おう、そうじゃ。踊れるの店に達川ゆんがおるじゃろうが、わしらはそいつに用があるんじゃ。なんであれ構いませんよ。では私の招待を受けていただけるということでよろしいですね。ああ、すぐに行く。スターダストで待っててもらおうか。感謝します。では後ほどお待ちしておりますので。桐生さん、さっきのあいつ神言派です。スターダストを買い取ったのもあいつで。はあ、本当に奴の誘いに乗るんすか。今の神言派は神室町の抗争に割って入ろうかって勢いなんです。東上界と中国マフィアの抗争を陰で煽ってるって噂もあるくらいで、昔潰れかけた頃とはもう別物なんですよ。危険は承知の上だ。それでも俺たちはハルトの父親を見つけなきゃならねえ。やっぱり止めるだけ無駄なんですね。本当に相変わらずだ。久々に会えてよかった。またな、ユウヤ。ええ、お気をつけて、キリさん。저놈이다! 길이다! 같이 있는 놈들은 또 누구지?
상무신경안써다죽어라어아니기만나라와시라니이용이되자한국어로叫んでるみたいですけど자もしかしてあいつら人言派だなけどわしら反純義っちゅうのから招待されとったんじゃまだ俺を恨んでる連中もいるってことか今の人言派も一枚岩じゃねえらしいねえじゃない聞け聞け逃げろ助けてくれ構ってる暇はねえ行くぞだ誰か下がった決めたハン・ジュンギには後で文句言わねえとな。いやー、カムロ町いうんはおもろい町じゃのう、兄貴。喧嘩相手が山ほどおる。頭、行ってるそばからまた来てますよ。今頃半純義が待ちくたべれてるな。キリュウの兄貴、あとはわしらで片付けますわ。先にスターダストに行ってて使わせ。わしらはここでお楽しみじゃ。キリュウの兄貴、頭の言う通りです。俺らもすぐ追いつきますから。本当に大丈夫なんだな。タツカを探すのが最優先すから。俺らもたまには役に立たねえと東京まで来た意味ないっしょ。さあ兄貴、早う行ってつかさい。分かった。あんまり遅れるんじゃねえぞ。へい。わしは今最高に乗っとるわ。おう、踊るらもっと仲間呼んでこんかい。全然食い足りんじゃろうが。キリュウの兄貴ユータ頭がキリュウの兄貴についてろっていうもんで何ようこそおいでくださいましたキリュウさん遠慮はいりませんさお二人ともどうぞ南雲はどうしてるんだ頭は大丈夫っすよマジで喧嘩が楽しくて仕方ないみたいですこれで清美さんのことを吹っ切れるんじゃないですかねそうか随分お時間がかかったので心配しましたよ桐生さんお前は部下のしつけがなってねえらしいなゲストに手荒い歓迎とは恐れいる私の部下たちがそれは失礼をまさかそんなバカはスマイトを高をくくっていました後できっちり叱っておきましょうそれよりいい店でしょ前のオーナーはセンスがいいただまあ何年も変わってないようで今じゃちょっと刺激が足りない客がいねえとこ見るとせっかく買い取った店もあまりうまくいってねえようだなこれは手厳しいですがここはあくまでも表の顔でしてね一元の客を案内する場所にすぎません貪欲な女性客を引きつけるのは常に裏側に潜む危険な香りなのですそして我々はこの店をカムロ町で巻き返す第一歩としての拠点と考えています我々あなたはもう私の正体にはお気づきなんでしょう人言派ってことかええうちの人間には確かに桐生さんを恨んでいる人間もいますあなたのおかげで人言派はほとんど壊滅させられたとねですがそう考える者たちは今まさに生まれ変わろうとしている人言派にとって害悪です私に言わせれば
昔朝鮮に攻め込んできた秀吉もあなたも大して印象は変わりません。堂島の竜が恩敵だったのは過去の話、私に限ってはもうあなたのことは水に流しています。だったら俺に何の用だ。あなたとお近づきになって古い意識を捨てられない部下たちに私の力を示したいんですよ。どういう意味だ。その前に桐生さんにはぜひこの店の裏側をご覧いただきたい。全てはそこで。ご案内しますよ。桐生の兄貴、大丈夫なんですか。あいつらが俺らをやる気ならもうやってる。そういうもんすか。それにもし達川がこの店にいるならあの階段の奥なんじゃねえか。確かに。ホストクラブってやつなんすか。下品な世界でしょう。でもこれが前のスターダストに足りなかった刺激です。ここは人呼んで東京新天地。言い訳するわけじゃありませんが、私も上のフロアの方が好みです。ただ単純に客が好きなのはこちらの世界なんですよ。男の体というダイレクトな欲望を満たしたがっている女性たちは私が思っていた以上に多い。カムロ町に初めて来た時、私は思いました。この国の欲望は抑えつけられすぎている。ホストクラブにキャバクラ、どちらもこの町の二大風俗産業です。しかしそのどちらもが来店している客の本当の欲望から程遠い位置に存在している。キャバクラに通う男は女と飲みたいだけじゃない、疑似恋愛がしたいはずだが、そこには高い壁が用意されている。ホストクラブも同じです。客の女たちは若い男の若い肉体を求めているはず。だから私は日本独自の品というものを省き、素直にその欲求に応えられるようサービスを改革したんですよ。もう十分分かった。だがあいにく俺には興味がねえ。それでもあなたは帰るわけにはいかないんでしょ。達川というものをお探しでしたね。そうだ、達川はここにいるんだろうな。どいつだ。残念ながら達川はもうこの店にはいません。それでも彼を探す手がかりはご提供できます。ただしその前に、あなた方には我々の余興にお付き合いいただきたいのです。タスカーの情報はただじゃないってわけか。飲み込みが早くて助かります。兄貴、どういうことなんです。あのリングは
ホスト同士を殴り合わせるショーの舞台でしてね。普段は客がひいきにしているホストを指名してリングに立たせています。レディーたちにとって可愛がっているホストが血を流し合う姿には他では得られない興奮があるのだとか。なんだそりゃ。ただし本日のメインイベントは堂島の竜とこの私のデスマッチ。ご安心を。もちろん1対1の勝負です。受けていただけますか。俺も安く見られたもんだな。こんなところで見せ物になる気はない。帰るぞユータ。わざわざ相手の土俵に上がることはない。よう、あのリングであんたを倒せば立川の情報を聞かせてくれるのか。ええ、お約束します。そうか、だったら俺が相手してやるよ。君が？ユータ、どういうつもりだ。兄貴、断る理由なんかないじゃないですか。こいつのムカつくホスト顔を殴れる上に達川の情報まで手に入るんすから。俺がカムロ町に来たのは達川を見つけ出して半殺しにしてやりてえからです。あいつはみんなが大事にしてた遥ちゃんを傷者にしやがった。それを考えると腹渡に煮えくり返ってどうにも収まんねえ。だから俺は達川を追う情報が手に入んならいくらでも見せ物になってやりますよ。お前いいでしょう。堂島の竜をリングにお招きできないのは残念ですが、君も可愛い顔している。客が喜びます。お集まりのレディーにお知らせします。今宵もまた皆様に屈強な男たちの血を持っておもてなしさせていただきます。当店自慢の流血の宴が、そのお時間となりました。本日のシェフはこの私、スターダストオーナーハン・ジュンリが務めさせていただきます。心配しないでくださいよ兄貴。結局のとこ正面切って怠慢張ろうって言われてるだけじゃないですか。広島ヤクザをなめんでください。お名前をまだ伺っていませんでしたね。陽明連合会広瀬一家若衆宇佐美優太。感謝します。宇佐美さん、あなたには堂島の竜を釣るための餌になっていただきます。あんまり人のこと舐めてっと痛い目見るよ。なるほど、では期待していますよ。さあ、ゴングを。なかなかいいよ、ユータ君。これで君も、キリュウの兄貴に顔が立つでしょ。
待て。まだ終わったつもりはありませんよ。ユータはもう十分務めを果たした。どれだけお前にいたぶられようが、最後まで前を向いたまま倒れた。こいつはこいつなりの強さってのを証明したはずだ。俺が相手になってやる。お前の狙いは俺だろ。なるほど。ではメインイベントに移りましょうか。お勤めご苦労様。堂島の竜をひざまずかせることで、私は神軍派に過去の遺恨を忘れさせることができます。我々は新たな時代に向けて生まれ変わらなければなりませんから。お前にこの俺を倒せればの話だがな。おいはあなたほどの男の目をも曇らせる。時代は移り変わります。もう桐生一馬の時代は終わったんですよ。あなたに引導を渡す栄誉に、私は今胸が躍っています。何とでも言え。だが約束は忘れるな。半純義、達川の情報ですね。もちろんです。私はヤクザとは違います。スポーツマンシップに乗っ取るのが好きなたちでしてね。この戦いが進めば知っていることは全部お話ししましょう。ですから手加減はしないでくださいよ。余計な心配はしなくていい。ゴングを。今この場にいる者は全員ここで竜の伝説を弔うのだ。私に恥をかかせる気か。ユータ君を話しなさい。ナイフなど無用だ。お前らは何をしている。拍手で勝者を称えるのだ。桐生一馬を、この半純義を倒した堂島の竜を。素晴らしい。そして何より美しい。
ジングオン派の古い人間たちがあなたにこだわり続ける理由がよくわかりましたよ、キリュウさん。それがお前のスポーツマンシップってやつか。男として美しくありたいだけです。それを貫く姿こそが私にとっての戦いであり勝利であると固く信じています。あなたに敬意を。ご心配なく、約束は守ります。怪我は痛むかな、ユータ君。あんたこそ桐生の兄貴にやられたんだろう。お互い様だ。恨みがましい目をするな、君は。喧嘩といってもフェアに徹したつもりだがね。それは君にも伝わっているはずだ。さあ、戦いは終わったんだ。握手をしよう。調子狂うな、クソ。達川の写真だ。うん。お前の言う達川もこいつのことだな。間違いねえか。ええ、我々がスターダストのオーナーになって間もなく辞めましたが。タツカは今どこにいる？その前に、なぜ彼をお探しで？あんな小物とあなたにどういう接点があったのですか？お前らには関係ないことだ。確かにその通りです。ただあなたの動向を我々も全く知らないわけじゃありません。お互い腹を探り合ったまま踏み込まないんじゃ美しくないとは思いませんか？例えば数日前、沢村遥という女性が不幸にも事故に遭われた。もちろんその方が桐生さんにとってどういう人なのかも我々は知っているつもりです。今あなたが興味を持って動いていることはその関連に尽きるでしょう。となると、辰川君も沢村遥さんの事故に関わっていると？余計なことを喋るつもりはない。それとも辰川は今もお前にとって元従業員以上のつながりがあるのか？つながりはありませんが、辰川君はなかなか面白い男でしてね。どうやら彼は本気でホストをするためにカムロ町に来たわけではないらしい。達川がスターダストでホストをしていたのはある種の目くらましだったと私は考えています。目くらまし？達川はスターダストを辞めるとすぐにアジア街に出入りするようになりました。彼が中国語を話せるのはご存知でしたか？何？間違いないです、キリュウの兄貴。タツカは中国語ができます。俺やタガシラにも教えられるくらいで。ほう、君も中国語がわかるのか。大方可愛い中国娘でも口説こうとしたんだろう。そう、それがなんだよ。外国語を覚えるにはそういうきっかけが一番ですから。辰川君は店を辞めた後、その中国語を生かしてアジア街のマフィア、西洋界のお抱えの情報屋になったのです。むしろ彼は初めからその情報屋になるつもりでカムロ町に来た節がある。それじゃ辰川は尾道にいた頃から中国マフィアとつながっていたってことか？で、その中国人とのつながりを隠すためにカムロ町のホストになった。ユータ、タツカはそんなことをするような男だったのか？ガキの頃から知ってるんだろう。そうなんすけど、なんかちょっと想像できないっす。キリュウさん、
なぜ辰川をお探しなのか、訳を話してはもらえませんか。私としては大いに興味があるのですが。そこまで話す義理はね。辰川の情報はさっき俺たちがリングに上がった時点で聞かせてもらう約束だ。ごもっともです。確かにそういうお約束でした。いいでしょう。私は辰川君がねぐらにしている場所を知っています。どこだ。神室町の中ですよ。占領通りから脇道に入ったところに大花ビルというのがありましてね。そのビルの2階に時々中国の女を連れ込んでいるようです。分かった。それだけ分かりゃ十分だ。あ、兄貴、お会いできて光栄でした。キリュウさん、ジンゴン派が東上界と中国マフィアの構想を陰で煽っているなんて話を聞いたが。彼らが潰し合ってくれれば確かに我々にも神室町の取り分はできるでしょうね。ですが陰で構想を煽ってるなんてのは言いがかりです。とでも言っておきましょう。そうか、邪魔したな。またいつでもおいでください。歓迎しますよ、キリュウさん。キリュウの兄貴、早速辰川の館に行きますか。あれ、どうかしました。辰川のねぐらは占領通りの脇って言ってたな。遥かがひき逃げされたのも占領通りのそばだった。多分事故現場からすぐ目と鼻の先だ。偶然にしちゃできすぎている。え、辰川に話を聞かねうちはまだ何も分からねえ。もし奴が遥の事故に関わってたとしたら、俺は自分を抑えられる自信がない。遥の父親だろうが、お前の古いダチだろうがな。分かってます。俺も同じ気持ちですよ。兄貴、俺南雲の頭を呼んできます。この後例の大花ビルの前で待ち合わせでいいですか。ああ、俺らが行くまで踏み込まないでくださいよ。辰川に逃げられねえように人手がいた方がいいっすから。それじゃあ。やあ、神室町の諸君、突然だが今このモニターは私がジャックさせてもらった。なんだ。どうか足を止めて私の話を注意深く聞いてほしい。ご存知かどうか、この神室町には今西洋会という中国マフィアが入り込んでいる。西洋会が現れて以来、この町は抗争の絶えない非常に危険な街になってしまった。彼らを排除するには大きな声が必要なんだ。つまりあなた方の団結した声だよ。まず必要なのは彼らを拒絶するという我々の明確な意思表示だ。西洋界のいるアジア街には近づかないようにしよう。彼らの縄張りで金を使えば連中の懐が潤ってしまう。そしてあなた方の身の安全のためにも、もうアジア街に近づくのは避けるべきだ。なぜなら今後西洋界のテリトリーではこんなことが頻繁に起きるのだから。
お分かりいただけただろうか。採用会に月々のみかじめを納めている店も我々による爆破の標的になりうる。それが嫌なら今後一切連中に金を払わないことだ。そうすればいずれ採用会を必ず追い払える。私と共にカムロ町の安全を取り戻すために戦おう。くそ、ゴミ袋だ。ゴミ袋が爆発したんだ。爆発したのは確か。おい、大丈夫かお前。え、さっきの爆発で怪我でもしたんじゃないのか。さっきの爆発、さっきのあんたも見てたか。ああ、俺はさ、爆発の前からずっと見てたんだよ。爆発したのは黒いゴミ袋でな、多分その中に爆弾が入ってたんだ。ゴミ袋か。それじゃあもう跡形も残ってねえな。ああ、でも俺見たんだよ、その黒いゴミ袋をここに置いてったやつ。何？40過ぎくらいの男で黄色いジャージ、中国人のはずだ。中国人？それじゃあ採用会の人間か。だが確かモニターの男は採用会を追い出せば。そんなの知らねえけどよ。ただ俺はここにゴミ袋を置いてってやつが前に中国語喋ってたのを見たことがある。どこでだ？カムロ町にある吉田バッティングセンターってところだ。あそこか。キリュウの兄貴、こっちです。さすが兄貴ですの。カムロ町に入ったその日にタツカのヤサつかむっちゅんはやっぱりカムロ町に詳しい兄貴ならではじゃ。わしらだけじゃこうはいかんかったですわ。お前もよく無事だったな、ナグモ。人言派の連中相手に大したもんだ。あの頭、さっき俺と会うまでずっと韓国人とやり合ってたとか言ってましたよね。あ？でもなんか頭の体から石鹸みてえないい匂いがプンプンするんですけど。お？おう、まあ実を言うとユータを先行かせた後すぐに人言ファの連中もおらんようになってな。でわしもスターダストに行こうと思ったんじゃけど店の場所がわからんようになってしもうて。それで？それで、まあカムロ町の夜の街を歩き回っとったらの。まさかとは思ってましたけど、頭行ってきたんすね、カムロ町の風俗。おお、結果から言うとそうじゃ。マジかよ。わしはのカムロ町の空気っちゅうもんを肌身で感じときたかったんじゃ。けど兄貴、やっぱ東京の女子は下品なまでにええですの。いやあ、けしからん。後でわしの行った店紹介しますけ、そがに怖い顔せんでくださいよ。なるほど、半純義の風俗が儲かるわけですね、桐生の兄貴。だな。あ？何言うとるんじゃ。それより達川だ、大花ビルってのはあれらしい。タツカーのやつ、ヤサにいればいいんすけど。ビルの2階って話だったな。行きましょう兄貴。わしらのハルカさんに手出したバカだれじゃ。とりあえず痛い目見せとかんと。話はそれからじゃ。どの部屋っすかね。全然人のいる気配がないけど。
おうよ、表札でも出とるんかの。そこの部屋はどうだ。おう、ユータ、そこ、こっそり開けてみ。鍵が開いてる。ええから、早入れ。なんじゃ。これは何で、こんな。